じゃあ3人目、今船戸選手と米田選手激走してるんで、次船山選手。ちょっとさっきあのアップ見てたんですけど、スリーポイントめっちゃうまいんで、シュートめっちゃうまいんで、ちょっと警戒して頑張りたいと思います。お願いします。お願いします。頑張ります。
9-4。今まではいい感じやね。ちょっと何言ってるか、ちょっと疲れて何言ったか分かんないですけど、とりあえず2点頑張りました。3x3 のプロとして活躍されてるんですけど、その 3x3 の魅力をちょっと教えてもらっていいですか？そうですね、やっぱり展開が5対5で早いですね、はい、それプラスやっぱ個々の選手の力っていうか、うん、持ってるスキルだったりが輝く場所なんで、はい、一人一人その見どころが違うというのがやっぱり 3x3 のいいところかなと思っています。なるほど、神戸ディプロ注目してください。お願いしますよ。はい、船山選手にも注目しながら、あっちゃす噛んじゃったよ。はい、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。またねー。またねー。